こんにちは、大津市議会議員の中野博です新型コロナウイルスの高齢者向けワクチン接種ですが7月中の希望者全員への接種完了に向けて現在のところは順調に推移をしております今後は64歳以下への接種が始まりますが基本的な大洲市の考え方が発表されましたので今回はご紹介をしたいと思います 64歳以下の新型コロナウイルスワクチン接種について6月22日の大洲市議会全員協議会で説明されました資料をもとにご説明したいと思います64歳以下の方への接種は令和3年7月11日から開始をし10月末までの接種完了を目指します接種券は12歳から64歳以下の方に一斉に送付をし国が示す接種順位を基本として 基礎疾患のある方や60歳から64歳までの方等から予約の受付を開始しますまた、学校クラスターの発生を防止するため子どもたちも早期に接種できるよう検討していきますそれ以外の年齢の方については予約時の混雑を避けるため年齢区分を設け、順次受付を行います64歳以下の接種スケジュールにつきましては接種券の発送は7月上旬までに一斉に送付いたします予約の受付は7月の上旬からです 基礎疾患のある方、60歳から64歳の方、高齢者施設の従事者から受付を開始し、その後年齢区分に応じて受付開始日を設定します。また、12歳から18歳の方の接種開始時期については改めてお知らせをします。接種開始は7月11日からを予定しております。 接種会場は、アクトピア・オーズとリジェール・オーズ、そしてカーベ診療所、これは現在と変わりません。カーベ診療所につきましては、カーベ地域にお住まいの方と、かかりつけ医がカーベ診療所の方が対象となります。接種日と時間についても、これも現在と同じであります。水木・土が午後1時から午後5時まで、日曜日が午前9時から午後5時まで、カーベ診療所は火曜日でして、時間は現在調整中です。 また、使用するワクチンにつきましては高齢者接種で使用していますファイザー製社ワクチンを引き続き使用していきますがファイザー製のワクチンの供給量が今後減少する見込みであることから状況に応じて武田モデルナ製のワクチンに切り替えて接種する可能性があるということです。また、5番目ととしして、てて、高高齢齢者者接接種種ののののの空空空ききき枠枠枠活用用にについては、65歳以上の高齢者接種の予約枠に空きがあるここから、この空き枠を利用して 一定の要件のもとデイサービスと居宅サービス等を提供する高齢者施設の従事者障害者施設の従事者保育所、幼稚園および小・中学校の教職員等の接種を可能な範囲で実施していくと市が発表しております7月上旬までには接種券が大洲市内の64歳以下に一斉に送付されますのでどうかご確認をよろしくお願いします長かったコロナ禍の 出口もようやく見えてきました集団免疫の獲得に向けてどうか大津市民の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします今回はここまでですチャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします最後までありがとうございました